水彩絵の具を混色して紫陽花の色を作りました。使ったのは赤紫、紫、青の3色です。この絵の具を画用紙の上に直接出していきます。たっぷりと水を含ませた筆でそれを伸ばしていきます。色と色が混ざり合っていきます。絵の具が足りないところは新しい絵の具を出して、白いところが残らないように全体を塗っていきます。水をたっぷりと含ませるのがコツです。しっかりと乾かすと水を含んだところがこのようなにじみ模様になります。全体が同じ色ではなく、赤っぽい紫、紫、青っぽい紫といった紫陽花色が出来上がります。これを型紙の大きさに切り取ります。型紙はコメントの URL からダウンロードすることができます。型紙を重ねて切り込みになる部分をホッチキスで留めていきます。それを一つずつに切り離します。ここがホッチキスで留めた部分です。ホッチキスで留めていない部分を切り取っていきます。こんな風に曲がりがきついので切り取りにくい場合は裏返して反対から切るといいでしょう。最後にホッチキスで留めた部分を切り取ります。そして型紙を外して花びらの真ん中で折ります。それをぎゅっと真ん中に寄せるようにして型をつけて花びらの形が出来上がりました。青鉛筆などで真ん中に花の芯を描きます。これをたくさん作ります。こんな風にすると紫色のニュアンスがきれいな紫陽花の花が出来上がります。